答えないのならオイラたちはこいつの帽子を奪うぞ。ダメだ、帽子を取らないでくれ。おい泣くなよ。わかった、この辺りから遠くへは行かないと約束するから。もう十分だろう。ところでその装置どうして煙が出てるんだ。それはこのガラクタがぶっ壊れちまったからだ。言いたかないが、実はテストがうまくいかなくて、もともと撤退するつもりだったんだ。なんだ、じゃあ早く行けよ。おい行くぞ。まったく、せっかくの休暇なのにこんな奴らと出会うなんて。ファデュイがこのような偏僻な島に現れるとは、ことはそう単純ではない気がするでござる。休暇中とはいえ常に警戒を怠らぬように。またあちらの女子たちの機嫌を損ねないために拙者から一つ提案があるのだが、この件は当分の間心に留めておこう。注意や警戒が必要なことについては旅人と拙者が責任を持って対応する。カズハは思いやりがあるんだな。過保でござるよ。拙者はただせっかくの休暇がつまらぬことに邪魔されないことを願うのみ。美形の前に皆には幸せな気分でいてもらいたい。ちょうどいいところに来てくれました。旅人ファイモン、あなたたちは私とフィッシュル、どちらが泳ぎ上手だと思いますか。遠慮なく私のマナを口にするがよい。プラチナメギストス卿が泣きを見るよ。なんだよそれって、オイラが決めろってことか。ファイモン殿は人を見る目がありますから、誰が真の勝者なのか見極められるに違いありませんぞ。パイモン殿、私に忠誠を誓う時が来たようね。ちょっと待って、その前にパイモンに何か食べさせてあげようぜ。長い間出かけてたからきっと腹ペコなんだ。信念。うむ、確かに長い距離であっただろう。あんたらが出かけている間、海辺で海鮮を釣って果物を取ってたんだ。火で炙るときっと美味しくなるぜ。そういえば少しお腹が空いてきました。うん、私もたくさん用意したから一緒に食べようぜ。店をやってる料理人の友達にはかなわねえけどさ、お腹を満たすには十分だと思うんだ。うん、食べようぜ。信玄殿を島に招いたのは間違いなく賢明な判断でしたな。おいらもう食べるぞ。お前らは腹すかせながら喋ってろ。はあ、バーベ
球の香り。とっても美味しいです。ふう、悪くないわ。今日は信玄殿が夕餉を作ってくれたゆえ、明日の朝餉は拙者が作るでござるよ。よっしゃ、おいらもワクワクだぜ。そうだ旅人、一つ忘れてないか。近くで話そうぜ。ことを気にしてるんだろ。銀陽野郎からもらった爆弾のことを覚えてるか。あれを使えば連絡が取れるぞ。ああいや、爆弾じゃなくてドド通話機だった。聞いてみないか。あいつは情報通だし、重要な手がかりがあるならきっと知ってるはずだ。おや、もう僕に会いたくなったのかい。こんな方法で僕と連絡を取れるのは君だけだよ。さっきくしゃみしてたよな。キャッチテールの周りは猫がたくさんいるんだよ。オーナーがアレルギーの薬をくれたんだけど、あまり効かなくて。あっちって、はあ、他人任せにも程があるぞ。しょうがないやつだな。原油野郎、オイラたちこの島でファデュイと会ったんだ。なんか変だろ。ファデュイってどこにでもいるんじゃない。標準の手下は優秀だからね。どこに出てきたって不思議じゃないよ。でもこんなとこに出てきたらオイラたちの休暇の邪魔だぞ。でも聞いた感じトラブルがあったわけじゃないんだよね。つまり問題はもう解決したんでしょ。そうなんだけど、やっぱりどこかおかしいと思うんだ。だからお前に聞こうと思って。何か手がかりはないのか。ファデュイの情報は入ってないよ。でも大丈夫さ、僕は銀融詩人だけど、必要ならいつでも連絡していいよ。あまり役に立たなかったとしても、おしゃべりしてあげるだけでも心強いでしょ。はっ、お前ってやつは。よく冒険に行く君たちなら、旅先でハプニングが起きても不思議じゃないさ。でも出会いの全てが危険ってわけじゃない。だから怖がる必要もない。風は陸を通り過ぎたら海の上も通っていくでしょ。白い雲が浮かぶところには風もやってくる。安心して、風はいつも君のそばにいるよ。じゃあおしゃべりはここまで。僕はキャッチテイルで演奏しないと。あ、じゃあな。聞いた感じファデュイのことはあまり心配するなって意味か。まあ銀融野郎がああ言うんだ。オイラも変なことが起こらず旅が無事に終わることを祈るぜ。友達との旅なんだ、楽しまないとな。